サヤ2015バージョンサヤ2016バージョンテルカ。サヤは、夫婦による CG 制作ユニットテルカによるフル CG の女子高生、キャラクター、バーチャルアイドルである。2015年、自主制作作品を紹介するつもりで、ツイッター上で発表され、不気味の谷を越えたと話題になる。クグワールド大賞2015にノミネート。凹凸の少ない日本人の若い女の子を、 違和感なく CG で表現するのは難易度が高く、だからこそ挑戦のしがいがあると徹底的に手書きで色合いを重ね再構築した。衣服も型紙から切り出し作り込んでいる。2016年以降はバーチャルヒューマンプロジェクトとしてテルカを中心とし、ロゴスコープと合同で制作を開始。街中での実用化に向けた研究が始まった。2017年。 人工知能が、将棋や囲碁の世界で戦うように、現実の女子に紛れ込んで挑戦したいという意気込みから、講段者、ミス・ ID に応募し、セミファイナリストに選出。同年の、リンナと共に、架空のキャラが、同賞レースに選出されるのは、初となる。2017年8月31日、ミス・ ID 自己紹介動画を公開。笑顔は、 顔面の筋肉が複雑に連動するので、満面の笑顔の表現を課題としている。ミス・アイリー2018、ボッチが世界を変える。小受賞2018年3月、第21回文化庁、メディア芸術サイエンターテインメント、部門審査委員会推薦作品選出2018年3月。 アメリカテキサスで開催された SXSW2018 トレードショーにて、表情認識を搭載し、ノンバーバルコミュニケーションが可能なインタラクティブな展示を、実施2018年6月 NHK 学生、ロボコン、NHK サイエンスゼロのブースにて、表情認識搭載、等身大描画による、エモ、トークウィズサイアの展示を、実施2018年8月 NHK 総合、 東京2020パラリンピック大図鑑にて、出演2018年11月日本外務省の制作する番組、日本ビデオトピック、ジャパンビデオトピックスにて紹介される2019年10月、NHKBS1、地球リアル吹き味の谷を愛で越えるにて、放送2019年11月科学技術、振興機構、サイエンスアゴラ2019の、 公式キービジュアルに起用2019年11月、リップシンクによる発話機能、トークツーサヤを新たに付加し、会話エンジンとして AI リンナを採用することで、ヤとリアルタイムに会話することが可能になり、ヤとの会話を通して AI 技術を学ぶ授業を、1日転校生ヤを鎌倉女学院高等学校で実施2020年5月24日、 MBS テレビ含む TBS 系列にて放送される情熱大陸にて放送。ありがとうございます。